はい、それでは始めます。皆さんこんにちは。え、2022年宅建士え再チャレンジプラススーパー合格講座の全貌ということで,ですね講座の宣伝をさせてください。担当はレックス先任講師林でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、お手元にもしあればこんな感じのあのカラーのカラーズルのパンフレット、えー、もしなければですね。画面をご覧いただければと思います。 えーとですね、ちょっとパンフレットの10ページ,です、ね、10ページを画面に出してみます。まあ、こんな感じになってましてこ、えーねまあ、こちらですねこの学習経験者向けですね学習経験者用の、まあ、学習経験者といいますかあの受験経験がある方ですね。 えーまあ、2021年の、えー、本試験で、まあえー、力が足りなくてで合格点達しなかった、ね、で2022年は絶対落ちるわけにいかないという方ですねで再チャレンジをされる方ですね、まあ、そういう方に向けての、えー、講座が、まあ、この学習経験者に特化した、えー、講座でしてでこの再チャレンジ合格フルコースとプラススーパー合格講座 ということですね。あの。このスーパー合格講座がないのもあります。ないのもあります。ですね。で、えー、本来であれば、まあ、僕はこちらの方を。あの、検討していただきたいです。えー、ただですね。うんと、スーパー合格講座を。もうね。えー、二回も三回も受けたことがあって。でも、さすがにちょっと。 あの結構ボリュームがあるんですよねスーパー合格講座はだからどうしてもちょっと、えー、もうさすがに時間的にね、えー、ちょっとスーパー合格講座をもう一回受け直す時間はもうないとねまあそういった方はやむを得ずまあこちらでもいいと思います、まあ、かなり軽いですよね、えー、だいぶ回数が減りますんで、えー、でもまあ一般的な受験生の方は、えー、この上の方の スーパーパ合格講座がついている方の講座をぜひ検討してくださいでですね、まあ、講座の宣伝なんですけども、えー、僕がこの講座を、まあ、宣伝しようとしているのはですね、まあ、僕が、まあ、企画といいますか、えー、ある程度僕がこの講座の、えー、制作にね、えー、自分の意見を取り入れてもらっているんですね。で、えーとまあ、通信講座の、えー、動画の収録は僕がやってるんですね。 で通学クラスも渋谷校では僕はあの通学でもやってます。でですねまあ結構長いこと卓研の講師やってましてで、まあ、普通のね、まあ、こういったこのプレミアムとか、まあ、こういったあの初学者向けの講座をずっとやってきたんですよ。でまあもちろん今でもやってるんだけどでね その受講生さんが、まあ、通学クラスの受講生さんがいますよねその方々があの全員受かるのが一番我々は嬉しいんだけどそうはいかないんですよね。えー、どうしたってやっぱり、まあ、ざっくり言って半分ぐらいの人しか受からなくてで残り半分の人はうまくいいかないわけですよねそれは年によって前後はありますよ。あのいやに 優秀な方ばかりが集まってで、えー、なんか蓋を開けてみたら7割ぐらい受かっちゃうとかねいうこともありましたしで、えー、そうじゃなくて、まあ、半分ぐらいしか受からない時もあるしねこの辺りはまあ多少年によって前後はありますけども、まあ、いずれにしても、えー、多くても7割ぐららいいしか受か受ないんですよそうすると残りの方はせっかく予備校に通ってきてくれて。 でお金高安くないお金を払ってくれてで予備校に来てくれてで一生懸命勉強してくれてるのにねあのうまくいかない方がいらっしゃるんですねでそれをずっともう長いこと宅建の講師やってますんでまあ、そういった人たちをいっぱい見てきてるんですねで、えー、そういう方たちだけに何か別のねあのー、ちょっとだけその講座の切り口を変えた えー、その人たちをターゲットにした講座をね、うん、やれたらいいなというふうにまあ前々から思ってましてで、まあ、レックさんから変その話をいただいたのが、まあ、56年前なのか、えー、67年前なのか忘れましたけど、まあ、何年か前に、まあ、こういう講座をやりたいとで、まあ、主にその担当してくれないかって言われてですねで、まあ、自分がやりたかったので、まあ、ぜひやらせてくださいと。 っえー、あの大阪の梅田港とかあとは名古屋港名古屋本港とかね、えー、はあの講師は違いますけども僕は東京の渋谷で生講義やってましてあとは通信クラスを担当してます。でいずれにしましてもあの受験経験がある方に、まあ、再チャレンジで ね、あの受講され,される方、ね、に向けての講義をやるわけですから、えー、基本的には自分で言うのもなんだけどベテラン講師が担当します、えーまあ、僕も、まあ、自分で言うとおかしいけどね、えー、ベテラン講師だと思いますしあとは梅田とか、えー、名古屋もその地域の、まあえー、ベテラン講師が担当します。なので、まあ、受験生さんがあの,のことをよく分かってるつもりで言います。 いろんな受,受講生さんを見てきてますんですごく頑張って真面目に真面目に頑張ってらっしゃるのになぜかあの点数が伸びないとかねあのいろんなことを見てきてますんで,で一人一人要因は違うと思うんですけどもあるるる程度共通すすところは見えるんですねでそれはあの一言で言ってしまいますと、えー、問題とまあ テキストっていうのかな、えー、アウトプットとインプットと言ってもいいかもしれません。問題とテキストですね、えー、がきっちりとリンクしていないケースが多い気がします。あの問題を見てね、この問題を見て、この問題が何を聞いているのか、それはテキストのどこに書いてあるのかということが。 きっちり繋がってこないというパターンが割と多い気はします。なので結構そこに注意してえっと講義が進んでいきます。なのでまあ,あの他の講義他の講座ではそれをやらないのかっていうとそんなことは全然なくてあのめみんな同じような。 あの講義を進めていくと思うんだけどね。あの講座の説明の仕方は、講座の進め方は。あまり変わりはないかもしれませんけども。特にそこは意識していると思ってください、ね。はい、で。ちょっともう少し先に進みます。えっ、ー、と、十六ページなんですけども。えー、まあ、上の方にね、再チャレンジ合格フルコースとスーパー合格講座の。ええー、まあ ななんてていうののかな講座の中身が入ってますねでこれが右の方に行きますと、えっとまあ、模試とか直前対策のどちらかというとアウトプット向きの講座に移っていきます。で下の方には再チャレンジだけの講座、えー、ですねこのスーパー合格講座が含まれていない講座ですね。はいえまあ、基本的には先ほどもお話ししましたけどもできれば上の方を、えー、受けていただきたいと思います。ね はい、でですね、えー、このハイレベルという講座がありますねハイレベル合格講座これがそうなんですよあのさっきお話しした問題と、えーま、テキストの該当箇所を極力リンクさせることを注意しながら、えー、講座を進めていきます。ですね、あの皆ささんんははですね受講生さんは えー、講義を受けている状態だとねそこは分からないかもしれないんですよ。あの全然ガラッと講義が違うわけじゃなくてあのそこを意識しながらやっていくだけなのであんまりその皆さんはしっくりこないところがあるかもしれませんけどもなるべくねだからなんかハイレベルっていうとすごくハイレベルな。 あの講座のような感じがするかもしれませんけれどもそういう意味じゃなくてあのなんていうか高度な難しいことをやるというハイレベルじゃなくて、えー、基礎固めっていうのかな固め方が知識の理解と、えー、知識の記憶の固め方がハイレベルにしたいというような意味合いなんですよ。あのがっちりとね 問題とテキストをしっかりとつなげていくというそんなイメージだと思ってください。で何、まあ、て言うのかなその皆さん講座をね、えー、検討されている時にいろんんな要因でで決めると思うんですよ多分一番大きいのがあの通学で通えるかどうかとかね、えー、とてもじゃないけども忙しくてあの通学なんかできないよということですとかあるいはえ近くに予備校がない。 とかね、いう方でしたらもうそのだから通信クラスで検討すればいいと思うんだけどもあの通学できる方は自分が通学できるかとかね、えー、あるいは自分が通いたい曜日に、えー、その講座がやってるかとか、まあ、そういったことをすごく多分重視しているんじゃないかと思うんですよね。もちろん金額とかもあるかもしれませんし、えー、どういうテキストで勉強するんだろうとかね。 えー、説明は分かりやすいんだろうかとかねあの講師の,、えー、講師の,せあの先生にねその質問とかしやすいんだろうかとか、まあ、いろんなその個人個人で思いはあるかもしれませんけども一番大きいのはやっぱりそれにまあもう一点、まあ、加えてほしいといいますかあの検討材料として、まあ、僕らからしますと。 えー、結構ね大事なことはですね講師の、えー、説明のし、まあ、仕方ですとか、えー、話し方ですとか話すスピードですとかあのどんな講師もですね、まあ、レックでその講座を担当している講師は比較的、まあ、キャリアが豊富で、えー、結構その研修とかありますからね。 だからそういった研修を受けている講師なのでちゃんとその説明の仕方ですとかそういったことはまあ皆さんちゃんとあの割といいと思うんですよ、まあ、手前味噌ですけどね。で、えー、だからその何て言うのかなその宅建試験に受かるために必要なレベルゃいうのは講師はみんないのかってるんですねだから何を説明しなきゃいけないのか。何を皆さんに 身につけてほしいのか、どういうふうに習得してほしいのかっていうのはみんなわかってるんですよ。ただその講師はみんなわかってるんだけども、それを皆さんに伝える時の伝え方がね、えー、講師によってある程度個性があります。で、えー、人によっては例えばまああのー、僕の喋り方がね、僕の話し方がなんとなく、えー、なんかわかりにくいなとか。 なんかやだなとかね、えー、思う人もいれば、あ、あの、まあ、この人の説明は割と自分は納得できるとかね。あの、相性っていうのかな、まあ、そういったものも。できれば重視してほしいと思います。そうしますとですね。レックでは、えー、通信講座。もそうですし、えっ、ー、と、通学クラスも。一回は無料で受けられるんですよ。ですから。ええー、面倒くさい。 ののは重々承知の上なんだけどもそれでも頑張ってえなんとかですねあのお金はかかりませんから、まあ、お試しウェブ受講とかねあのウェブの場合はお試しウェブ受講っていうんだけどですねで、まあ、予約しなくても結構その場で入れたりしますんで、まあ、予約した方があのいいですけどね。 なるべく予約した方がいいと思うんだけど自分が通いたいなと思っている、えー、レックの教室を、えー、パンフレットで選んでいただいてでそこに実際行ってみるで、ね。でその自分が受けようと思っている講座の、えー、講師の授業を一回受けてみるとかねでそれをできれば、うん、他の先生の他の講師の講義もね できればあの受け比べてみてそれでまあなるべくしっくりくる講師の、えー、講座を受講されるのがいいんじゃないかと思うんですよね。あのこのえっ、ー、とこのスーパー合格講座に関しましてはえっ、ー、と僕があのウェブとか DVD では僕は担当してません。えっ、ー、と僕はここから先です。<laughs> なのでまあハイレベル合格講座の1回目は。 通信クラスで、えー、通信の、えー、お試しウェブ事項で無料で受けられますのでちょっと、えー、3時間かかりますけども受けてみてくださいそれで「あこれなら大丈夫」と思ったら「多分大丈夫です」で「いやこれだと自分はちょっと、えー、早すぎてついていけないな」とかねなんかあのいろんなあの思いがありますよね。それでしっっくりこなかったら別の講座を担当あの 選択するといいう,うにしてみてみくださいで通学クラスの場合も、まあ、なかなかねその東京とかだったらあちこちに教室がありますんで結構選びやすいんだけど東京とかじゃないとそんなにはね、えー、よりどりみどりで選,べる選ぶことはできないかもしれませんけども、まあ、もし選べるんだったらレックはあの講師がたくさんいますんで必ずねそのしっくりくる講師が見つかると思うんですよ。 なので通学クラスの方もまあ面倒くさいかもしれませんけどもぜひいくつかその無料体験で講座を受講してみてくださいねあのいずれにしましても、えー、宅験試験ですねまあ資格試験の中では割と受かりやすいとは思うんですけどもでもそんなに優しくはないですね、えー、結構結構真剣にあの自分の持っている力を 全力で出しし切るようにしませんとそんな簡単には受からないと思いますのでまあ何て言うのかな、えー、ある程度時間をかけてで、えー、適切な、まあ、ナビゲートといいますかねあの予,備校の予備校にはノウハウがありますので、えー、ただ単になんか動画を見てるとかねそういったものとは違いますから今この時期に この講座をこのこの勉強今この時期はこの勉強がいいんだっていうねあまあノウハウがありますんで、まあ、そのあたりをうまく使っていただいてまあちょっとお金かかって申し訳ないんですけどもまあお金払うだけの価値はあると思いますんでまあぜひですね、えー、考えてみてくださいはい、えー、それではですね、えー、2022年達検試ですね、えー、再チャレンジ、えー、プラススーパー合格カップ講座の全貌ということでお話をさせていただきました。 では皆さんお疲れ様でした